女分遁基地とは、沖縄県国神郡女村座音明7441に所在し、第19校舎隊が配置されている、航空自衛隊の派基地の分遁基地である。1959年に、米陸軍がミサイル基地女サイトとして建設、沖縄返還協定で自衛隊に移管され、1973年に航空自衛隊女分遁基地として開庁した。 分遁基地指令は、第19校舎隊長が兼務。2002年、米軍から引き継いだ旧汚水処理施設から PCB を含む有毒物質が発見された。自衛隊の説明によると、旧汚水処理施設7カ所のうち、5カ所の汚泥から PCB が検出された。2012年、米海兵隊基地跡地から見つかったものと合わせ、PCB 含有汚泥管理のための保管庫の設置。 当費用として2010年までの時点で合計で約2億1800万円の費用がかかっていたことが明らかになった。2013年11月13日、女分遁基地で見つかった PCB を含む汚染物、ドラム缶112本分、およそ22トンが福島県の処理業者に搬出された。分屯地では他にも米海兵隊女通信所の返還後に見つかった。 ドラム缶694本、104トンの PCB、含油汚泥がこの基地に移送され管理されていた。ありがとうございます。